そうすると、この世界では、川田正史対、え活というマッチアップが見れるということになります。はい、サラシナです。今回のスラムダンコーサスは、はい、えー、河田正史が、 山王以外の高校へ進学していたら、川田兄こと川田正史といえば、はい、あの、湘北戦で赤木を完全に封じ込めたセンターのプレイヤー、漫画スラムダンクの中においても、最強のインサイドプレイヤーといっても過言じゃないと思います。その川田兄、川田正史が進学する高校が、日本一の山王工業ではなく、もし他の高校へ進学していたら、これを考えていこうと思います。はい、このチャンネルでは、こういった漫画スラムダンクにおいて、 もし、であったり、例えば、など、いろんな妄想を交えたチャンネルになっています。このコーナー、今回の前にも、ルカワであったり、仙道、または沢北などでも、以前考察したことがあります。ただ、この川田兄、川田正史というプレイヤー、 ただ単にインサイドが強力なプレイヤーというわけではありません。まあ、スラムダンクファンの方はご存知と思いますが、川田正史は高校に入学した時は165センチしかありませんでした。あなので、ポジションはガードをやっていたそうです。 そう、原作の小北戦では194センチとセンターを務めていましたが、1年生の時は165センチしかなく、ガードをやっていました。なので、ただ単にパワフルなプレイヤーというわけではなく、スピードもあり、外からのシュートもあり、ハンドリングも非常に優れており、そして視野も広く、バスケラ意気も高い、あらゆるポジションをかなり高い次元でプレイできるプレイヤーだと思っています。この川田正史が他の高校でプレイしたらということですが、3年生の段階でただ単に センターとして他の高校に入るというわけではなく1年生からその高校に通っていたらと考えるとかなり違うポジションをやっていた可能性が出てきます三野では同じポジションをポイントガードに復活がいて同学年に復活がいますそして次の世代には沢北英二が入っていくのでガードからフォワードフォワードからセンターとポジションを変えていった川田ですがもしかしたらその進学した高校によって川田雅史は 他のポジションをやってた可能性がありますなのでその辺も交えて他の高校に行った場合どういったプレイヤーになるのかそしてそのチームがどういったチームになるのかちょっと考えていきたいと思いますはい、こういった妄想するチャンネルになってますがよろしかったら最後までお付き合いくださいませはい、まず両南高校から考えていきたいと思います両南高校で言えば監督は田岡も一なんといっても千戸明がいます そして、センターにウォくズミ君ですね。ポイントガードからウエクサ、そしてシューティングガードにコシスモールフォワードに千道、パワーフォワードに福田、センターにウォズミ。海南との試合では千道は巻き対策でポイントガードをしていましたが、一般的に両南のベストオーダーはこれなんじゃないかと思っています。しかし、原作の流れで考えれば、川田がここに入るとすれば、千道がポイントガード。 おそらくこういうポジションでのスターティングメンバーが一番浮かびやすいと思います。スラムダンクファンの皆様もきっと川田正史をフォワード、まあ3番なり4番に入れて先導がポイントガードする。まあこういった感じが一番頭に浮かびやすいと思います。ただ1年生から川田正史が入っていた場合というのを考えているとちょっと変わってくると思います。もちろんベストオーダーはこれのような気がするんですが、それはあくまでもフォワードで入った先導を ガードへコンバートさせたという経緯があります。しかし、えー、冒頭で説明したように、川田正史はガードで入学しています。そして、えー、次の世代にスカウトで先導が入ってくるということが確定しております。そうすると、先導が入学した時点で、川田はフォワードにコンバートすることなく、 まして、ウォーズミがいるセンター、ここにコンバートすることなく、もしかしたらそのまま、ポイントガードを続けていたんじゃないかと思います。先導が入ってきた段階で、かなりもちろん、川田は身長も伸びてきてると思います。しかし、次の世代、川田が2年生になった時、先導が1年生で入ってきた時に、わざわざフォワードやセンターに、川田はポジションを移すことなく、ポイントガードをやってたんじゃないでしょうか。 そして、この川田正は、そのバスケ IQ や広い視野から、かなり高いレベルでのポイントガードができる存在なんじゃないかと思います。田岡監督は、ウオズミが3年生になった時に、この両南の完成形を目指していると言っていました。田岡監督が目指す完成形は、インサイでは2メーター2センチのウオズミが支配し、1年生の時点で、県内トップクラスのスコアリング能力を持つ剣道がスモールフォワード。 そして、この川田正史が190を超える身長ながらポイントガードをやってるんじゃないかと思います。ただ、ここでやはり不安が出てきます。いくら川田正史といえど、 この県内には、マキ、藤間、そしてスピードスターの宮城亮太がいます。えー、川田は、スラムダンクの中でも、かなり万能なプレイヤーの方です。ドリブルもこなせれば、スピードもあり、シュートレンジも広い、かなり優秀なプレイヤーですが、平面の対決で、この藤間、マキ、宮城亮太と、果たして対等に渡り合えるのか、いくら優れていると言っても、ボール運びやゲームメイクを、194センチの高身長で、フルタイムで、 しかも、この神奈川の高いレベルの中でやっていけるのかっていうところはやはり疑問でもあります。しかし、この川田正史がガードの動きができるプレイヤーになっていれば、これはもう沢北やルカワよりも確実に NBA が最も近い存在になると思います。一応、NBA のポイントガードの平均身長が191センチとなっております。なので、この川田が194センチの段階でガード能力としてマッキー え、藤間と渡り合え、そのまま潜在能力を開花させたならば、間違いなく海外でも通用するプレイヤーになってたんじゃないかと思います。え、河田が入学してからの時系列で考えていくと、おそらくこういった感じのスターティングメンバーに収まるんじゃないかと思います。そして、こういうメンバーを手に入れたならば、田岡監督は海南も小国も倒して神奈川を制し、もうこうなってくると全国でも 相手できるのは、やはり、もう、三能工業ぐらいだと思います。そうすると、この世界では、川田正史対、復活というマッチアップが見れるということになります。もしかしたら、この世界戦では、両南が王者三能を倒すという奇跡のストーリーを起こすチームになっていたかもしれません。これ、そしてちょっと最後にですが、川田正史が、この両南に入学しているということは、川田正史の弟、川田三清が、2年後、入学してくるということになります。 なので、ポジションも何も関係なく、スターティングメンバー5人集めると、ポジション実力関係なく、未強をスターティングメンバーに入れたところ、なんと平均身長が約197センチになります、はい。スタメンの平均身長は197センチの高校が出来上がります。 えー、ちなみにですが、NBA のー平均身長が約198センチらしいので、高さで言えばほぼほぼ NBA のチームということになります。という恐ろしいチーム。ポイントガードの川田正志194センチ、福ちゃんが188センチ、仙道が190センチ、えー、三清が、川田弟三清が210センチ、えー、上オが2メ、はいえーター2センチ。平均身長は196.8センチ。 ほぼ NBA クラスの高さを誇るチームになってしまう。えー、なんと、こんなチームが出来上がるということになります。はい、えー、というような感じで、えー、続いて、商、えー、陽高校行ってみようと思います。商、えー、陽といえば、やはり、監督不在、えー。そして、まあ、監督不在ながらも、ポイントガードル藤間くん。そして、フォワードに3人。長谷川、えー、長野高野。センターに花形。 これが、商用のベストオーダーですね。で、藤間が出ないときは、ここに2年生の伊藤くんが入るシステムです。はい。この商用に入学した場合は、両難の時とは逆に、川田雅史が身長が高くなるにつれて、フォワードからパワーフォワード、もしくはセンターなど、ポジションをコンバートしていく可能性が高いと思います。それは、この商用というチームに、やはり絶対的な司令塔、藤島健二がいるからだと思います。 なので、川田雅史は、フォワード、センターとポジションを移していくと思います。そして、えー、僕の予想としては、2年生の段階で、えー、三能の時と同じく、センターをやってるんじゃないかと思います。というのは、昨年の商用というのが、あやこさんと安西先生が話してたように、割と小柄なチームだったようです。その小柄なチームであれば、えー、三能でも2年生の段階でセンターをできる川田雅史ならば、 早い段階からセンターのポジションをやっていた可能性が高いと思います。そして、原作の時にはセンターを敷いた花形が4番のポジションに回っていたんじゃないかと思います。なので、3年生の時点では、川田正史がセンター、パワーフォワードに花形。 そして、残り二人なんですが、商用といえば、ここが非常に難しい。長谷川、長野、高野の中で、誰か一人をベンチに回さなきゃいけないという状況になると、長野、高野、どちらかをベンチに回してしまうと、変ないざこざが起こるような気がしてならないので、はい、えー、こんな感じですね。藤間があポイントガード。 ま、藤間が出れないというか、やはり伊藤。伊藤がポイントガード。そして、え、フォワードに3枚。長野、高野。パワーフォワードに花形。そして、え、センターに川田正史。え、最後に、長谷川は6マン。一番柔軟性が高いような気がするので、変な争いを避けるために、高野と長野、どちらかを外すのではなく、長谷川をベンチに置くというのが一番好ましいと思います。 ただそれでもやはり、商用の一番のネックは監督不在というところ。いくら川田が入って藤間がいて、花形がいようとも指導者がいないこの商用はどこまで通用するのかっていうのがやはりちょっと気になります。そしてまあどこまで通用するかというよりも、このチームで一番危惧するところは藤間、花形、 川田雅史という日本バスケ界の宝のような存在が3人もいるのに満足な指導者を用意できないということはかなり日本バスケットボール界の痛手になると思います。両難にいれば NBA に一番近い男だった川田雅史が商用にいたら高校3年間指導者が いないところでバスケットをしなきゃいけないというようなことになると思います。そうすると、三農にいた時のような、すごい高い次元でプレーをするパワフルでダイナミックな河田正史はいなかったかもしれません。いや、きっといなかったと思います。なので、まあ、指導者のいない商用には入学してほしくないと思います。というような結論です。はい、続いては神奈川の王者海南大付属で考えていきたいと思います。 ここには、やはり何と言っても、神奈川の帝王、牧新一がいます。そして、この牧は1年生の時から、海南でスタメンをやってます。同じく、川田雅史もガードで入ったということになります。どっちがガードをするのか。巻がフォワードに回るか、川田雅史がフォワードに回るか、というような考え方だと思います。そして、牧も原作では184センチの身長ありますけども、1年生の頃からポイントガードをしていることから、 入学当時は、そんなに高くなかったのかもしれません。なので、川田雅史の方を順当に、フォワード、センターとポジションをコンバートさせていったとするならば、川田が3年生になった時に、やはりここは、まあ、順当に武藤君が外れると思います。そして、えー、ここであえて僕は、 川田正史がセンターではなくパワーフォワード4番のポジションで活躍するんじゃないかと思います。身長も川田の方が194センチ、高砂は191センチ。身長も高ければセンターの能力としても川田の方が上かもしれません。しかしあえて高砂がいるならば川田をパワーフォワードで使っていきたいと思います。僕自身の考えではこの川田は パワーフォワードが一番向いているポジション、一番実力が発揮できるポジションなんじゃないかと思っています。そして主人公の桜井花道もパワーフォワードであるため、この海南大附属え、湘北でも川田正史対桜井花道という非常に盛り上がる構図が見れます。まあ、はっきり言ってこのスターティングメンバーは、マキ、ジン、清田、川田、高砂のスターティングメンバーは原作の山王工業に匹敵するぐらい実力を持ったチームなんじゃないかと思います。 まあ、当然といえば当然ですが、これだと、もう、え、神奈川でも頭一つ抜けたようなチームになってくると思います。そして、全国で三能工業と戦うことになれば、牧川田が3年になった時にゾーンプレス対策をしている海南大付属であれば、きっと三能工業と互角以上の戦いができるんじゃないでしょうか。そして、その時は牧対復活、川田正史対沢北英二という夢のマッチアップ、 この年のまさに高校生ナンバーワンを決める戦いができるんじゃないでしょうか。その川田正史対沢北栄二の戦いが直接もう海南対山王の結果になるような気がします。海南大付属に川田正史が入ったらまとめるともう最強になる、えー、ということですね。要は、昭北のラスボスが山王工業から県内にいる海南大付属になってしまう。まあそういうような感じになるかもしれませんね。 もし、この海南と戦った後は、全国に行っても、さほどびっくりしないかもしれません。はい。えー、ということで、海南大付属のラインナップは、こんな感じ。えー、続いて、ここまで神奈川で来たんですけども、ここでなんで、豊田タマを持ってきたかというと、まあ、豊ヨマは、川田正し、非常に重宝するだろうなと思って、ちょっと書いてみました。えー、もう、ラインナップを見て、やはり弱いところは、シューティングガードの矢島君のところと、 センターの岩田のところなんですけども、えー、小北戦では矢島に関しては三井をそれなりに抑えていた実績はありますが、センターの岩田に関しては赤木に対して一方的にやられていたイメージです。しかも大阪大会では土屋淳率いる大英学園にスローペースの展開に持ち込まれ大敗しています。 まあ、トヨタマといえば、ランドガンなんですけども、点の取り合いは非常に強いんですが、ハーフコートでガッチリ組み合ったバスケをすると、どうしても脆い、弱点が浮き棒になる、このトヨタマ。ここに、川田雅史が入ってくれると、はい。ここで川田雅史がセンターに入ってくれると、もう一気に強くなると思います。えー、そう、トヨタマの最終目標は、前監督、北野先生が、 成しえることができなかった全国ベスト4をラン,アンドガンで成し遂げたいというのがこの南岸本この辺のモチベーションになってるんですがこの川田が入ることによってまあ,あ、組み合わせの関係もあると思いますが全国ベスト4以上のチームになると思います当然ね川田はこの豊玉のラン,アンドガンにもついていけると思います そして弱点であるハーフコートのバスケ、相手がスローペースの流れにしてくれば、がっちり組み合った時に、このセンターに川田正史がいることで、トヨタマのウィークポイントのインサイド、状況がだいぶ変わってくると思います。なので、きっと川田がいれば大英学園にも破れることはないし、そして1位通過して、まあ、組み合わせ次第では、 よっぽどの高校と当たらない限り、全国ベスト4はなると思います。ただ問題は、川田が豊玉に行った場合、結果的に豊玉は北野先生がいなくなってから全国ベスト4を成し遂げるということになってしまいます。なので、もし川田雅史が豊玉に進学していたら、不本意ながら北野先生が いなくなった後にベスト4、全国ベスト4を達成してしまうという北野先生同行じゃなく、川田正史が入ったからということになってしまいますが、一応結果としてはね、えー、ちょっと残念な結果になるかもしれません。なので、そうすると、この世界戦では、豊玉に川田正史が入った場合、金平監督が豊玉の監督を続投していると考察します。はい、えー、続いて最後、小北。えー、小北なんですけども、 このシリーズ、いつもやってて思うんですけども、他のキャラクターが小北に入ると、もうどうしても、この中で抜けるといえば、桜原道になってしまうんですね。これはまあ、しょうがないと思います、えー。バスケ経験の浅い、どうしても安定性の低い、えー、素人の桜原道を外すほかなくなってしまうんですよ。そして、えー、この桜原原道のところに川田正史が入るというのでは、やっぱどうしても面白くないので、なんせね、えー、この状態でミラクルを起こして、山、え、王、ー、工業を倒しているチームなので、ルカは、 花道が入る前の世代。そして三井がまだ復活する前。要は赤木が2年生、宮城が1年生の頃。そうですね。小北はこの赤木が2年生の頃まで無名の公立高校。夏のインターハイ予選は1回戦で敗れています。ただ1回戦で敗れた相手っていうのがこのなんと両南なんですけども、相手が両南とはいえ、昨年の夏は初戦敗退です。この小北に 2年生の川田正史を入れてみましょうしかし赤木は2年生の段階で同じく両南の魚住よりも実力は上だったようですそれを考えると1回戦で両南と当たろうが 宮城、川田正史、赤城を擁する湘北、そして安西先生が、すでに指揮を取ってると考えます。そうすると、赤城2年生の時点で、えー、両南に黒星をつけ、決勝リーグまで進むんじゃないかと思います。そしてまあ、決勝リーグまで行くと、やはりチームの完成度から行くと、おそらく商用海南、えー、この時のね、まあ昭洋海南には及ばなかったかもしれませんが、赤城、川田が2年の段階で決勝リーグ。 に残り、次の年、花道とかが入ってきた時点で、強豪校ということになってますね。そうした場合、小国はシード権を獲得しているので、ベスト8からのスタートということになります。花道とか、あカ川が成長する試合が少なくなってしまうな、というのもあります。はい。そうすると、試合によってどんどん経験を積んで上手くなっていた花道が、 えー、なかなか試合を積む経験がないということにもなってしまいます。えー、結論として、湘北に川田正史が入学した場合、主人公のチームとしては、ふさわしくないチームになってしまう。桜井半地が入学するにはちょっと合わない高校になってしまうなっていうのがあります。はい。最後、ちょっとを見ていくと、両南の場合、川田正史、えー、ポイントガード。昭洋の場合は、センター。 海南にいた場合、パワーフォワード。豊玉の場合、センター。で、昭和の場合は、パワーフォワードとー考察してみました。そして、そのどこの高校に行っても、そのポジションで一流のプレイヤーになっていたと思います。はい。えー、個人的にはね、僕はこの、両南のポイントガード、川田正史というのがね、仙道とのコンビもそうですが、あ将来的に NBA も期待できる、非常に魅力的な話になると思います。 はいえー、というような感じで今回は川田アニ子と川田正史が3の以外の高校に進学してみたらを考えてみましたはい他にもルカワ、仙道、藤間、沢北が他の高校に進学していたらそういう動画も投稿してますのでもしよかったら概要欄貼ってますのでそちらの方も見ていってくださいはいそれでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました